ダメよ、男の人の裸なんて年頃の女の子が見ちゃダメ。見ちゃった、なんて素敵な上腕すっとき。いただきます屋内いいなさすが強豪校。でもなんか負けてない。ちょっとハル、また来てきたの。やっぱり素敵な上腕三頭筋。上腕ダメよ、ダメダメ。女神と人間の恋はせいや、ほったらかしにしてごめんねって。オーシックダック。おい、部屋に入るときはノックくらいしたらどうだ。グミなったー。せいや、セクシー。それに借金のいい匂い。だからノックをしろと。後で絶対に管財課から怒られますよ。ダサすぎんだよこのシステムが。俺の顔になんかついてるのか。いや別に。たりした謎があるめ。その粗末なものをしまいなさい。なぜここに。アンナ先輩、今度は私にも奥間くんの愛の蜜を食べさせてください。僕のってやはりそこから出るのですね。あ、やめた、頭が今日こそいただきますわ。よし、やるか。ふいって、あのケイちゃん、すっぽんぽんなんですけど。ケイチくんのオットセイ、かわいいよ。大丈夫なのです。ケイチにお似合いの水着がここにあったりするのですよ。それだけは、いやだ。お、なんだ。うおな、佐藤さん。うん、しらめ、どうしてここに。そんなことはどうでもいいです。公衆の面前で、いえ、おしろいさんの前でこんなハレンチな格好をしている方がずっと大きな問題ではないですか。いや、これはわざとじゃ。 あれ、蹴っていいですか。進行流、そうでござったか、カオル殿。え、ユタロウ殿はとてつもない事件に巻き込まれている。一刻も早く雷獣太から引き離さねばならぬ。できればしばらく花殿の家へ預けたいのでござるが。剣心バカ。え、マジっていうか、なんで全裸なの。まあね、ありがとう。時間が経てば勝手に人に戻るんだ。すっぱだかだけど。記憶が消されちゃっても、またお友達になってくださいね。元に戻る時間ってまばらなんだ。あ、ヤマト。おい、何してる。ちょっとイメージトレーニングを。
出て行け。粘るな。いや動け。月光かどわかす男はやつ大丈夫か。部長、お風呂いただいてます。先輩、お願いですから服を着てください。おっと、しまった。かの者をアリシヒの姿にいざなわ、アルドソリア・ヘレスティア。ごめんなさい、今服を出しますね。すまない、ベルナンディ。わー、見て見て、すごい。さすが運動部、私も触りたい。もっと触っちゃおうかな。胸上がってます、離して。いいじゃん、よくないです。レドもおいでよ。俺は気持ちいいよ。そんなダサい服着てないで。もう結構いい体。ああ、出た。さすがにみんな超でかいわ。ステージを見たまえ。さっきよりもつい。俺すごい迫力、さすが世界クラス。なんつうか応援もディープだな。あれ、今確かに服が。気合入ってますね。じゃあ僕も気合入れてやりますか。俺は一体こいつに何を期待してたんだ。パンツは開けよ。ごちそうさま。毎度。あの鎖骨ね、え、美味しそうですよね。あの時私を救ってくれた鎖骨、間違いない、夢じゃなかった。夢じゃなかったんだ。大丈夫ですか。いつの間に。やだ、上腕三頭筋がこっち見てる。また履いてきてたんですね。ならば共に行くぞ。ええ、阿久津くんのためなら。阿久津くん、あんたまで一体何考えて。違うの、変な目的じゃなくて、あくまで阿久津くんのためにしたことであって、変な目的じゃなくて。分かった、もういいから。え、分かってくれた。はいはい。確実な方法はありません。自然に止まるのを待つのが一番です。けど長時間続く場合、器質的疾患の可能性がありますから注意です。なんと邪魔。お、止まった。今のはびっくりだね。何ですか、子ですか。もげればいいのに。